生徒が刃物で襲うなど前代未聞のことだよ。まったく最近の子供は何をしでかすか分かったもんじゃない。学校側は何を監督しておるんだ。その少女は本当に斉藤教諭を刺したと言ったのかね。それ以外に考えられないじゃありません。君の考えを聞いているのではない。少女は自分でそう言ったのかと聞いているんだ。いえ、自分からは何も。しかし私がそう叫んでも否定はしませんでした。何か問題が。斉藤教諭が横山瑞希の自殺を知ったらどうすると思う？彼の容体は？医者の話ではかなり危険な状態だと。彼には悪いが一安心だな。はい、斉藤教諭が証言しない限り横山瑞希の自殺と我々の関係が明るみに出ることはないでしょうから。この騒ぎもようやく収束しますな。それでは皆さん、鬼塚英吉の解雇と相沢雅の出頭の件、決議を取ってよろしいですね。教頭先生待ってください。なんだね。教育委員会にどれだけの権限があるのか知りませんけど、こんな一方的な要求ひどすぎます。だけど冬月先生、相沢が起こしたのは紛れもない傷害事件ですし。まだ彼女が刺したと決まったわけじゃありません。第一、菊池君たちのあの話を聞いてまだ委員会の言う通りにするなんておかしいですよ。しかし横山さんが妊娠していたっていうのも推論でしょう。証拠がなくちゃ学園が潰されるのは断じて困る。学校なんて他にいくらでもあるわ。自分の身の振り方しか頭にないなら委員会のバカどもと変わらないじゃない。失敬だな君は。私はあくまで学園のことを心配してたな。なら教育委員会と戦ってみたら。それは理事長、こんな話をしていたら拉致が明きませんよ。とにかく決議を。理事長、今は決を取らないことにします。なんですってそんなバカな。私は生徒たちの話とそして鬼塚先生を信じています。理事長、もし今学園の存続のためだけに事態を収拾しようとしたら学園にはびこる問題はなくなりません。いえ、さらに悪化するでしょう。しかし理事長、このままでは。教頭先生、今どきカビの生えた表現かもしれませんが、我々は聖職者です。聖職者。時代が変わり教育のあり方がどう変わろうとも、それだけは絶対由来ではならない。我々は石にかじりついてでも聖職者としての自分を貫き通さなければならないんです。鬼塚先生、理事長が味方してくれましたよ。鬼塚、何これ。あのですね、僕はただの芸能マネージャーですよ。そんなことできるわけ。とにかくスクープだって言って待ってくれりゃいいんだ。あとはこっちでするからよ。いやしかしですね、これが最後だからよ。花さん、何をするつもりです。いいじゃん、頼んだぜ。
走ればいいから。1日かかりそうですね。私手伝います。ああ気にしないで、トモコ君がタレントの仕事をしてくれればね。失敗しちった。もしもし。おいおい、本当にそんなことできんのかよ。ロックが厳重だな。当たり前でしょ、病院のデータベースに入って死亡診断書を読むなんてそう簡単にはいかないわ。しかし他に方法はない。教育委員会がもみ消しを図った証拠はないんだ。だが横山の死亡診断書が改ざんされたものだとしたら、それは改ざんさせた誰かがいることになる。医者が口を割ることはないとしても、マスコミは教育委員会を疑うだろう。まったく、よく考えてみりゃ、なんでこの私があんなクソガキどものために職場を失う必要があるんだ。なん大将、だろ、礼儀は知らない教科書は学校に置きっぱなし、誇れば生意気な口を聞き、ひどい時には暴力に訴えおる、変更はするわ、タバコは吸うわ、挙句のあてにわしのこと公然とハゲオーバーにして笑い物しよって。あんな奴らの前でなんでわしらだけが聖職者であり続ける必要がある。理事長め、まさか本気で委員会に立てつく気じゃ。いかん、いかん、そうはさせん。理事長、何を言われようとわしのささやかな幸せを邪魔させようぜ。あそこのおっさん、なんとかなんないの。すいません、たく迷惑なんだよね。聖職者か、今となってはなんと懐かしい響きじゃないか。ああ神よ、この内山田博士にこれ以上何を。冬月ちゃん、どうしたんすか。夜更かしはお肌に良くないっすよ。ふざけないで。鬼塚くん、何をするつもり。冬月ちゃん、金貸してくんねえかな。いや、龍二のやつがね、金返すってうるさくて。やっぱダメか。俺なんかに貸したらいつ帰ってくるかわかんないし。行かないでください。前から言おうと思ってたんですけど、冬の月って書いて冬月、いい名前っすよね。冬は空気が乾燥してっから、今頃とは比べ物になんないくらい綺麗に見えるんすよ。心配しないでください、いつもの課外授業をするだけですから。来た、我々も行きましょう。ああ待て、明京とも早く。分かってんだよ。お待ちしておりました。桜井さん、私は命令だと言ったはずだが。命令なんてご冗談でしょ。教育委員会にそのような権利がありましたでしょう。私は昨日の2つの要求に従う意思はございません。どうの犯人と暴力教師をかばうというのか。
相沢雅が斉藤先生を刺したとは限りません。少なくとも私はやってないと信じています。そして鬼塚先生のことも、彼が生徒のためにいささか度を越した行動をしたにしても、それで彼を解雇しようとは思いません。度を越しただと？そんな生優しいもんじゃない。あれは脅迫だ。あんなのが教師をやっていること自体大問題だ。もし責任を取れとおっしゃるのでしたら、理事長である私が取りましょう。ですが今、相沢みやびを警察に出頭させるつもりはありません。それでは何の真実も明らかにされず、犯人にされかねない。真実？斉藤先生は自殺かもしれないということです。昨年、彼と女生徒との関係がマスコミに騒がれた時、斉藤先生は生徒たちの前でその女生徒と真剣に付き合っていくことを誓っていました。にもかかわらず、あの審問会では一転、その関係を否定した。彼は生徒たちからも慕われた本当に熱心な先生でした。そんな彼が果たして生徒たちに嘘をつくでしょうか。私は斉藤先生は本気で横山さんを好きだったと考えてます。だから横山さんの自殺を知って、自らも命を絶とうとしたんじゃないでしょうか。そして彼はなぜあの時嘘をつかなければならなかったんでしょうか。我々が言わせたと言いたいのか。そう、どうしたんだよ菊池。データベースには侵入できたが、肝心のデータ改ざんの形跡がない。敵もそう簡単に尻尾は出さないわね。どうすんだよ菊池、もう会議始まってんぜ。菊池を責めることじゃないでしょ。分かってっけどよ菊池くん。あのなんだよ吉川、こっちがイライラしてんのにゲームか。違うって、これ斉藤のホームページみたいなんだ。クラスの生徒たちの相談に答えてるみたいなんだけど、ここ見て。何先生も禁じられた恋をしたことがあります。だからそれがいかに辛く苦しいものか本当によくわかります。でも先生は思いました。二人の将来にとって一番いいのは何だろうって。周りの人々の反対に耳を傾けず、自分たちだけが良ければいい。それで本当の幸せと言えるでしょうか。みんなに祝福してもらえるようになること、それが一番に決まってます。だから先生はそれまで待つことにしました。本当に好きだから。斉藤先生は僕たちを裏切ってたわけじゃなかったんだよ。みんなに知らせねえと。よし、とにかく学園に行こう。教育の荒廃が叫ばれている昨今、あなた方がスキャンダルに神経を尖らせるのはよくわかります。ですがあなた方は組織の対面のために二人の人間の、いいえ、正確には三人の人生を犠牲にしたのです。くだらんな。何の証拠もないくせに。それに事件が明るみに出れば、名門と言われたこの学園の評判も地に落ちることになる。君はそれでも一人の生徒をかばうというのかね。はい。おい、そこの君たち止めないのか。このイカれた理事長、全職員を路頭に迷わせようとしてるんだぞ。土下座教頭、どうなんだ。はどうした。何も君たちまで一緒に責任を取れとは言ってないんだぞ。たかが生徒一人のために自分の人生を台無しにするなんて馬鹿げているだろう。今時の生徒なんか教師に対する礼儀などまるで持ち合わせていない。平然と暴力を振るい、気に入らないことがあれば突然切れる。この生徒が刃物で人を襲ったとしても驚くようなことではない。ちょっと待て。その上援助交際だ、不登校だ、もはや来るところまで来ているんだ。我々や君たちに黙れと言っとるんだ。生徒たちを侮辱する発言を私は許さない。あなた方が教育委員会という組織を守るために斉藤先生を追い詰めてしまったのだとしたら、あなた方の方が犯罪者じゃないですか。少なくともあなた方に教育を語る資格は一切ない。教頭先生。そうでしょう。そのせいで横山瑞希は結果的に自殺してしまったんですから。つまりあんたたちは人殺しも当然だ。バカバカしい話にならんな。話にならんのはそっちだ。学園も教育委員会も確かに組織ですよ。しかしその組織は誰のためにあるんです。あなた方や我々教師のためにあるのでは断じてない。全ての組織は生徒のために存在するのです。教育の現場がどんなに荒廃しようと、我々はそこから目を背けてはならない。聖職者として、一教師として。
まともに話のできる人間はいないようだ。教育委員会の権威を認めない君たちと議論しても仕方がない。即刻セリン学園の経営権を停止する。ちょっと待った！鬼塚くん、学園の評判とか教育委員会の権威とか、そんなもんが何だって言うんだよ。そんなもんは俺が今ぶち壊してやるぜ。鬼塚、貴様は仕事あんまり怒鳴るとハゲが進みますよ。そう、何そろそろ決着つけようぜ。貴様みたいな一回の教師に何ができる。よし、頼むわ。了解。3階の会議室へお願いします。よし、振り込みだ。それに近いよ、友達。貴様、何を。ここだ、だぞ。五十嵐教育長、入院中の斎藤教諭は昨年写真誌にスクープされた女子生徒とやはり関係があったそうですね。教育委員会が問題発覚を恐れて嘘の証言をさせていたんですか。大変な事件が持ち上がりました。なんと教育委員会がある女子中学生を自殺に追い込んだという疑惑です。この事件は昨年なんだ。事件がどうでもいいんだよ。変えないで。うお、栄吉が出てるぜ。こら！お前たちは会議室に行ってはいかん！おい、テレビでやっとってよ。行こうぜ。くそ、どうなってんだよ。とにかく中へ。もみ消しの事実はあったんですか。そのようなことは一切ない。結果的に女性を殺したのは事実なんですね。我々は女性とは妊娠していたという噂もあるんですが、斎藤教諭に嘘の証言をさせたことは本当にないんですか。失敬だな、君たちは。止めてください、教育長。何か証拠でもあるのか。我々が今問題にしているのは、斎藤教諭は聖林学園の女生徒に刺されたということだ。それは違うぜ。斎藤を刺したのは生徒じゃねえ。刺したのはこの俺、鬼塚英吉22歳だ。この俺、鬼塚英吉22歳だ。何を言ってるんだ。あれは相沢みやびが。これが凶器のナイフ。斎藤の血痕と俺の指紋がビシッとついてる。文句あるか。あいつとうとうやっちまったが。私を鬼塚のところに連れてって。早く。鬼塚先生。いや、おめえら学校老けてんじゃねえぞ。先生、先生。大丈夫だよ、なんとかならない。鬼塚先生。鬼塚、鬼塚くん。はい。本当か。おい、斎藤教諭の意識が戻ったぞ。病院だ、病院行け。気になりましたか。これで事件の真相がはっきりすると思いますが。斎藤教諭の嘘の証言を強要したことはないんですね。教育長、コメントお願いします。どうなってるんだ。どうなさいました。逃げるんですか。先生、斎藤先生は本気で横山を守ろうとしていた。吉川がそれを見つけたよ。グレートだぜ。助けてくれたの。ああ、何の話だ。ごめんなさい。ごめんなさい。
長が自分で刺したって分かってんのに、どうして鬼塚連れてかれちまうんだ。はい、そうですかってわけにはいかないだろ、大人はよ。鬼塚、どうしたの、冬月先生。その様子じゃ、何の連絡もしてきてないみたいね。どこで何をしてるんだか。大丈夫、あなたがここにいる限り彼は帰ってくるわ。それとも追っていきたい。22 years old! よろしく!